オーネゲルとアンドレ・ボラブール。1925年バイオリン・ソナタ第1番 H17 はアルティー・ル・ーネゲルの最初に出版されたバイオリン・ソナタ。1916年に着手され、7月には第1楽章が1917年2月28日に第2楽章が完成している。全3楽章が完成したのは1918年2月のことだった。 はじめの二楽章は1918年1月19日に、ユニベルシテ・アンテラリエル・パルテノンの演奏会において、作曲者のバイオリンと、後に、オーネゲルの妻となるアンドレ・ボラブールのピアノによって、初演され、全曲の初演は1918年3月19日、パリのビュー・コロンビア劇場で、エレーヌ・ジュルダン・モランジュのバイオリンとボラブールのピアノで、行われた。ダビデオーや、 パシフィック231での成功に先立つこと数年、弦楽史重奏曲第1番などと同様に、オネゲルの作品カタログに並ぶ最初期の作品の一つである。セザール・フランクのバイオリン・ソナタや、ガブリエル・フォーレに影響を受けながらも、これらの作曲家のソナタに比べ先進的であるが、一方で、火星語法は伝統的であり、各学賞は調整を保っている。 弦楽四重奏曲が、後のオーネゲルの典型的な様式に近づいているのに、対し、この作品には、後年の公共曲群の方がが含まれていると考えることができる。環球間の非伝統的な三楽章構成をとる。演奏時間は20分前後。ありがとうございます。